して進まず、現状が続かば運命開花の度合いもややもすれば一等の地位を他に譲ることになってしまいかねないのであります。その理由はと考えまするに、巨額の財貨、まっぱら毎年の水害のために費やしているからであります。毎年発生いたしまするこの水害をなくさねば、天下人民の不幸は言うに及ばず、殖産興業の道は末永く途絶されてしまいかねないでありましょう。その影響下では、すなわち国益を害することではありますが、諸君、これを黙って見過ごすことができましょうや。ごとに我が政府は、かつて農耕図分水事業を中止するに際し、これに代わる治水事業を行うことを通達してきております。そうであるならば、政府には治水を果たす義務がある。我々にはこれを求める権利がある。たとえ数十回数百回と権利するに何の問題がござりましょうや。よろしいか、ことは人命でありまするぞ。水害のために思いがけない死を遂る者が毎年10人以上を数えて、このハラハラの心情をまあ推察するに、まことに忍びがたきことでありますからして、この権利について問題のあろうはずがないのであります。
東京に出向いていた現地は上越線の運休によって3日間東京に釘付けにされ、自衛隊のヘリコプターで新潟に戻るという事態になりました。